鳥羽街道は、京都のラジオ門関から鳥羽を通り、淀へと至る街道である。淀からは、大阪へと通じる道が続いており、京街道、大阪街道とも呼ばれた。平安京造営にあたり、平安京の玄関口である、ラジオ門から、まっすぐ南下していた、計画道路である、鳥羽作り道に橋を発する。なお、この鳥羽作り道の小賀の森の宮から山崎へ、 南西方向に直線的に進んでいた道が、小賀の名てである。賭場作り道は、桂川下半の草津港を経て、小倉駅岸の那須所へと繋がっており、水上交通との接点となっていた。ここが那須所と呼ばれるのは、平安経営を運ぶ物資の倉庫であったことに由来すると、言われる。また、鴨川と桂川に隣接している。 これらの稼働が大きく変化したことによって、最初は直線であった道も時代が経つにつれて、次第に蛇行するようになった。豊臣秀吉は、伏見城追記に合わせて、小倉池に包みを巡らせ、交通体系を整備したが、この時、現在のかナッ那所間の桂川佐岸に包みを築き、現在の賭場街道のルートを開いた。また、伏見からの淀ドの道とシ所で合流し、 宇治川を渡り、淀城下を経て、木津川を渡り、淀川左岸に沿って、大阪へ向かうという道が開かれた。そのため、この道は、江戸時代において、京都へ向かう道であることから、京街道や大阪へ向かう道であることから、大阪街道とも呼ばれていた。物資の運搬のため、東海道三条街道や武田街道と同様に、車いしが付設されていた。 幕末の慶応4年、羽街道の小枝橋付近で起こった新政府軍と幕府軍との間での衝突によって、羽伏見の戦いが起こり、沿道は戦いの場となった。近代になると、昭和8年に羽街道と並行する旧憩阪国道が竣工し、京都、大阪間の主要交通道路の座を譲ることとなった。また、現在の国道一号である、 平方バイパスは昭和33年に着工、昭和41年に完成している。ラジオ門を南に下った後、下戸場で鴨川を渡り、鴨川の堤防沿いに、淀のナッシュ交差点まで結ぶ。現在の千本通である。小枝橋の東側には、戸張宮の跡がある。戸張宮は11世紀に白川上皇によって造営され、陰性を行った場である。 隣接する城南郡は陳述社でありほぼ同時期に建設された。中島村、下戸場村、横尾寺村のあたりでは平安時代からとえ物資を運ぶ川港として発展した草津港につながっていた。また、横尾寺付近には足利将軍の家臣であった横尾寺機関の居城である横尾寺城などが存在したとされる。草津港は平安時代、 明治時代の初め頃まで、現在の京都市伏見区横王子付近の桂川左岸にあった川の港である。草津港の風景草津港は、平安時代からとへ物資を運ぶ港として発展していた。平安時代の草津港の場所は、中島村、下戸場村、横王子村のあたりにあったとされているが、場所は特定できない。その理由は、洪水や、宇治川、 桂川等による河川改修で河川の流路が大きく変わり、港の痕跡がなくなったからであると考えている。草津港の名前は現在の伏見区横尾寺草津町に引き継がれている。江戸時代、草津港には大阪より百石州が出入りしていて、物資はここで船に踏み返り、陸揚げされた。これより上流は鴨川が浅くなり、 百石州が上げられなかったためと考えられている。草津港には、大阪、和歌山、四国から、制魚、米、豆、雑穀、材木などが陸揚げされ、制魚は、草津港の浜問屋で取引され、橋と呼ばれた中市によって京の都へ運ばれた。菅原道真が、九州が財布に流された時や藤原の道長が、宇治の別荘に出かけた時、ストック上皇が、 佐野帰国に流された時や高倉上皇が、五福島神社参拝した時、県令門院、御白河井雲佛か、平家一門などが、福原仙都で移った時、法然商人が、佐野帰国に流された時なども、草津港から乗船したと考えてられている。また、おとぎ話のおとぎ蔵史も京の都に登る時に、お安の船が着いたのも、草津港と言われている。 江戸時代前期の漢文地震で二条城の石垣が崩れ、修繕のために各地から大石が運ばれた。その際、何らかの理由で、桂川に沈んでいた七つの大石が引き上げられ、草津港残念石と命名された。明治10年の京都神戸間の鉄道開通によって、草津港や魚市場は衰退した。江戸時代に、現在の京都市伏見区横王寺に魚市場があった。 ことを示す石碑。草津港は平安時代から旅人や様々な物資の輸送に利用されていたが、魚市場は豊臣秀吉の時代から明治10年に神戸、京都間に鉄道が開通が開通するまで約300年間にぎわっていた。瀬戸内、四国、和歌山方面から魚を積んだ大型の引き船は、淀川、桂川を遡り草津港で荷上げされた。 荷揚げされた生魚は、走りと呼ばれる中市によって京の都に運ばれた。このことは魚や野菜の初物を走りと呼ぶ語源とされている。夏の京都を代表する食材にハモがあるが、ハモは生命の強い魚なので、夏も生きたままで京都に届けられ陳調された。明治10年の鉄道開通後、草積港が衰退したことから、 魚市場は1888年に京都の七条の京都駅に付近に移転したが、大正8年に魚市場があったことを示す記念碑が、魚市場運営の中心であった大橋家により建設された。その後、台風で倒壊したが、昭和60年に京都水産物小売工業組合の有志により再建され、魚魂の文字が付加されている。魚市場、 草津港があった。伏見区横王子の地元では、ハモが運ばれたルートを、ハモ街道と命名し、横王子町づくりフェスティバルとして、毎年秋に、桂川、草津港はも、街道祭りを開催している。所在地、京都市伏見区横王子、恥ずかし橋下流50メートルアクセス、京都電鉄中小島駅より、市バス22横王子車小下車。 徒歩十分横王子城石横王子城は、中世の室町時代から戦国時代にかけて、足利将軍の家臣であった横王子悲観の一人の居城である。横王子城は、桂川東岸に位置し、水上交通の要衝に築かれた。近隣の上栖城、富野森城などと共に、室町幕府の足利将軍の家臣である横王子州の一人の居城である。地元では、 城主の名前は小川丹波守であり、その子孫が昭和30年頃、隣接の京都市伏見区淀で医者をしているという伝承があった。城跡は、式内社の柿の本社との伝承がある、飛鳥方神社に北接している。上域には L 字状の水路があり、西側には池状の窪地があり、堀の痕跡の可能性がある。 上域の内側は周囲に比べてやや高くなっている。上域は現在市街地下が進行しており、横王子保育園、宅地、工場用地となっている。所在地、京都市伏見区横王子垣の本町アクセス、京阪電鉄中小島駅より、市バスで横王子車庫下車、徒歩約8分。ありがとうございます。